こんにちは、デリッシュキッチンです。ゴツゴツチーズドッグを作ります。食パンの耳 150g は7ミリ角に切ります。裂けるチーズ2本は半分に切りましょう。ソーセージ2本も半分に切ります。ソーセージ、裂けるチーズの順に割り箸に刺しましょう。チェダーチーズを4枚用意し、1枚を巻きつけます。同様に計4本作りましょう。ボウルにホットケーキミックス 200g、水 80cc を入れ、よく混ぜ合わせます。まとまるまでこねましょう。まな板に打ち粉を適量し、生地をのせます。4等分にし、丸めましょう。直径12センチほどの大きさに伸ばし、割り箸を刺した具材を乗せます。形を整えながら包みましょう。溶き卵1個分にまぶし、食パンの耳をまぶします。同様に計4本作りましょう。サラダ油適量をフライパンの底から3センチの高さまで入れ、160度に熱し、割り箸を刺した具材を入れ、転がしながらきつね色になるまで揚げます。取り出しましょう。お好みでケチャップ、マスタードをかけて完成です。ぜひお試しください。